このメソポタミアの文明社会が出来上がってくる過程の中で大きなステップは文字の出現であります西アジアの文字は世界最古の文字であり楔型文字という,ふうに言われておりますここにありますのはその神殿都市から見つかりましたさまざまな事柄に関する絵の文字ですね。右上は 羊に関するもの右下は織物に関するものそういうようにいろいろなこう当時のまあ財産に関する文字の記録として使われておりますここには世界の古い文字というものがあのいつ頃出てきたのかということを示しておりますその中でも西アジアのメソポタミアという地域におけるくさび型文字がその最も古いものであります 中国でもあのもちろん、えー、文字は使われてくるのですけれどその内容において大きな違いがあります中国やエジプトでは文字は王様の名前あるいは王様の業績王様の正当性のようなものを表すものが中心なのですが西アジアでは経済文書水頭墓のようなものが中心であります。西アジアジは商業とという点から考えると 世界で最も早くそれが発達した地域ではないかと考えられます。